ます。榎本高木です。ですね、お客様目線に立とうっていう話も、しましたけども、まあ客席から自分たち、スタッフがですね、どのように見られているのかっていうことを意識することも重要ですね。まあはっきり言って、ラーメン屋で、商品注文してで待ってる間ってもう暇で特にやることないですからね。まあスマホ見てるお客様も多いですけども、まあね、お店の中見てたりとかスタッフの動き見てるお客様も結構いらっしゃいますよね。で、見られてる意識っていうのはすごく、しっかりと持って、お客様から見て、まあ言ったらね、私たちの言葉で言ったら NHK ニコニコハキハキキビキビで、特に、調理スタッフに関しては、キビキビっていうことが重要ですよね。プロとしてかっこいい動きをする、その動きを見たお客様が、美味しく感じるような、その作業の、動き方っていうのも、実際は商品のうちの一つだと僕は考えています。それでは、今日も一日張り切っていきましょう。ありがとうございます。